マルガレーテ・フォン・ポン・メルンは、オーストリア公、エルンストの最初の日。マルガレーテは、グリフ家のポメラニア公、ボグスワフゴセ世と、その二番目の日、アーデル・ハイト・フォン・ブラウンシュバイクオスター王での娘で、ある。マルガレーテのイボアネ・エリーザベトは、皇帝カール四世の四番目の日で、後の皇帝ジギスムントの母となった。同時代のレオポルト・ボンビンは、 マルガレーテの美しさを称賛している。マルガレーテは青い目で赤みがかかったブロンドの髪であったという。性格については信頼できる資料がない。マルガレーテとエルンストとの間の最終的な結婚契約書への署名は1392年12月19日にプレスブルクにおいてハンガリー王ジギスムントとオーストリア王のアルブレヒト賛成及び ビルヘルムの間で行われた。この結婚は、ジギスムントのイボアニで当時ローマ王でもあったベンツェルに対する同盟の一環として決められた。結婚式はすでに1392年1月14日にブルックアンデアムーアで行われていたという。結婚後、マルガレーテはほとんどの期間をブライブルクで過ごし、この町の支配は、夫エルンストとともにマルガレーテに委ねられていた。 1406年までマルガレーテは何回かウィーンを訪れている。マルガレーテの没年については文献により異なっている。ネクロロジーアムル年世によると、マルガレーテは1407年4月30日に死去したとされ、いくつかの文献で確認されている。一方、マルガレーテの義兄レオポルト4世は1407年3月9日に、 マルガレーテとエルンストの結婚財産について触れており、この時にはまだマルガレーテが生存していたことがわかる。1407年7月に発行された文書には、エルンストはすでに再婚の手配をしている。この結婚で、子供がいなかったのか、それとも創生したのかは不明である。マルガレーテは、ライン修道院に埋葬され、後に、夫エルンストも埋葬された。 1392年6月11日の結婚契約書においては、相続する子供がいなかった場合のマルガレーテの結婚財産の返却の手順について書かれている。エルンストがマルガレーテより先に死去した場合、結婚財産は追い、ジギスムントに返却されるが、それはマルガレーテの死後のこととしている。しかし、マルガレーテがエルンストより先に死去した場合は、 結婚財産はエルンストが保持し、死後はアルブレヒト3世、ビルヘルム、またはその子孫に相続されるとしている。この規定の重要な点は、この婚姻関係が終了した時に、マルガレーテの持参金のすべてがジギスムントに返却されたわけではなく、大部分がアルブレヒト3世の手に渡ったということである。後年は明らかに、ジギスムントは自分の取り分を受け取れなかった。 しかし成功はしなかったものの、1411年から1430年くらいまで、マルガレーテの結婚財産の返還をエルンスと、及びエルンストの死後はその弟フリードリヒ四世に要求している。ありがとうございます。